ラブルスカダネは、ブドウ科ブドウ属のツル製低木植物である。北アメリカ大陸東部からカナダ南東部に自生し、幸い品種として、カトウバ、コンコードがある。また、交雑種として、アガワム、アレキサンダー、キャンベルアーリー、デラウェアなどがある。ヨーロッパブドウとは違い、果実に圧力を加えると簡単に果皮とか肉が分離し、また、樹脂の節ごとに巻きずるが発生する。 そして、最もよく知られた特徴として、キツネ臭という独特の香りであり、それはコンコードブドウからほとんどの人に知られている。この香りはキツネとは関連はないが、その特徴のある香りはアメリカの初期の入植者に知られていた。キツネ臭という用語はヨーロッパブドウで作られたワインにはない香りを表す用語として使われている。 歴史家のエドワード・ハイアムズとワイン専門家のジャンシス・ロビンソンによると11世紀ノルウェーのレイフ・エリクソンが発見したビンランド海岸沿いに自生していた種が本種であった可能性があるヨーロッパ人が北アメリカ大陸に到達する何世紀も前からダブルスカダネが北アメリカ大陸に自生していたという幅広い証拠が存在する18世紀半ばカール・リンネラにより アメリカブドウとして分類されるようになった。19世紀、ラブルスカダネは他のアメリカ大陸原産のブドウと共にヨーロッパへ運ばれたが、その時ブドウの害虫であるフィロキセラも運ばれたため、ヨーロッパのブドウ畑が広範囲で荒廃することとなった。19世紀にマサチューセッツ州コンコードのエフライムウェールズブルは野生のラブルスカダネを種子から育てたものからコンコードが育成され、 アメリカの重要な農業作物になった。ラブルスカダネの大多数は、ナイアガラのような白色や、カトーバのようなピンク色を除き、黒ずんだ赤い果実をつける。フェノール性化合物が多く含まれるため、強い風味を持ったワインを作り出す。収穫期近くになり、成熟が進むと簡単に小花柄から簡単に、取れるようになる。果肉は柔らかく、下流を2本の指で挟んで押すと、 火皮から果肉がボールのように状態で向ける。樹勢は弱い方であり、木の広がりは小さい。厚い葉の裏側に褐色あるいは白色の毛が生えていることである。ヨーロッパブドウと比較して、黒糖病、うどんこ病に強く、ベト病、バンフ病にはやや弱い。また、サビ病、活版病とブドウとラカミキリはヨーロッパブドウより被害が多い。生理障害では、 劣化は、比較的少ないが、密着により、劣化が生じることがある。縮みカ病はほとんど発生しない。ホウ素とマグネシウムの欠乏症が生じることがある。ラブルスカダネは、ブドウネアブラムシを含むブドウの病気に抵抗があるが、ビティスエスティブリス、ビティスラペストリス、ビティスバーランティリーのような他のアメリカ大陸原産の、ブドウ種ほど抵抗力はなく、次期の親和性も高くないので、 大企業品種としては使用されない。ラブルスカダネは、ノバスコシア州から、ジョージア州そしてミシシッピ川まで抜きアメリカの東海岸に沿って栽培されており、オンタリオ州、ミシシッピ渓谷、ミシシッピ川のデルタ地帯、オハイオ川、流域、ニューイングランド東南、ニューヨーク州のエイバとして知られるエリーコ、バージニア州、オハイオ州、ミシガン州が含まれている。ヨーロッパ武道とは違って、 ラブルスカダネや、その交雑種は、冬は寒く夏は暑くて、湿気の多い北アメリカ東部の気象条件に耐えることができる。ヨーロッパブドウが栽培されている地域は、北アメリカ西部であり、ラブルスカダネには乾燥しすぎる気候である。カリフォルニア大学デイビス校ブドウ栽培専門のアージ・ウィンクラーによると、ヨーロッパブドウであるマスカットを除き、ラブルスカダネが、 ワイン用ブドウの中で最も顕著に香りがある。キツネ臭という用語は、実際の動物と何か関係があるのではなく、生のコンコードに象徴される独特で、土の香りのようで、甘いじゃ高校を表す用語として使われている。1920年代には、キツネ臭をもたらす香り化合物である、アントラニル酸メチルを分離することができた。ありがとうございます。